皆さん、課金のお時間です。今回はね、また今までにクリアしたゲームを課金しまくってプレイしたらどうなるのかやっていくぞい。よっ、適当です。はい、というわけでね、わざわざ王様の格好をしてまで何をするかっていうと、月に1回、1ヶ月に1回の企画、課金企画でございます。で、今回もね、たくさん課金していくんですけど、次回以降、次の課金企画は今回のグッドボタンの数、つまりこの動画のグッドボタンの数が1万になったら、次の課金企画で1万円課金するということです。皆さん、このテキトキングを苦しめるためにグッドボタンよろしくお願いします。君のグッドボタンが次の課金額になるぞ。チャンネル登録よろしく。すいません、ひげ邪魔なんで取ります。若キングになります。で、まず1個目にやっていくゲームはこのエスケープミスターウィグルズスクール。まあこれね、もうつい最近クリアしたゲームなんですけど、確かね、課金要素がたくさんあったんで、ちょっとやっていきましょうか。プレイ。さあ1個目、ミスターウィグル、皆さん応援してくださいね。課金、あ、そうだ。出ました、このうねうねウィグルね。まあこれ前回倒したんですけど、また復活してますね。で、まずデッキとか気になったのはこの右のね、タコス吐く核兵器ってやつ、これめちゃめちゃ気になってたんだよ前から。なんでこれ3つ、ちょ、いくらだろう、タコスはいくら、150ロバックスで、吐くは吐きたくないけどね。ボミットは50ロバックス、安いね。そして核兵器は250ロバックス、結構高いけど、まあ買えない値段ではないね。もう前回とかなんか騙されたからね、500ロバックスとか払いまくって。じゃあまずはね、1個目、一番安い吐くから買っていきますか。さあこれなんか卵のアイコンなの嫌じゃない？なんかさ、卵のイメージ崩れるよね。あ、じゃあこれ、まあ吐くだよね、おえーって。なに、敵とメイドオールプレイヤーズボミットはぁ、はぁってなんやねん。これもしかしてさ、あ、待って、今なんか誰かみんなゲロ吐いてなかった？ちょ、一回見てみようか。さあ、これでウィグル先生がね、ヤッホーって来るわけですわ。このネクタイつけて。で、敵とかこれ、あれ？ここはどこだ？ってなった時に、始まるっていう。あ、そう、このね、イラスト、絵を撮らなきゃいけないんだよ。さあ、これでみんなゲロ吐いてんのかな？全然吐いてない。全然吐いて、あ、これあれじゃない、今たまたまムービーで見れなかったんだけど、いくよ、もう一回買うよ。これみんな吐くんじゃない、いくよ、はい、課金します。さあもう200、うわあ。そんな一斉に綺麗にタイミングよく吐くことある？終わった。なんか俺らスタイル、待って、なんかスタイル良くなってね、こんなスタイル良かったっけ俺ら。ちょっと待って、なんかゲロ応援したことで、なんか俺たち成長した？一歩大人になったかもしんない。ウィグル先生、僕大人になれました。でもこれだとね、ゲームクリアに関係ないんで、ここら辺、あ、待って、ドレスとかあるよ。でも多分これドレスとか着替えに行かなきゃいけないから、一旦保留で、次はね、タコスやっていきましょう。メイクイットレインタコス。タコスの雨を降らせるだって。じゃあこれやってみようか。150ロバックス来た。お、うわ、敵とメイドイットレインタコス、うわうわ、すげえ、何、めっちゃタコス降ってきてる。どういうこと？どういうこと？何、このウィグル先生がタコス大好きってことですか？先生、あ、タコス食べれる。おいしい、タコス。皆さん、タコス食べたことありますか？私はないです。ケバブなら食べたことあるんだけどね。じゃあこれでちょっと一回タコス持ちな、これずっと降ってんの？ずっと本当にタコスの雨が降ってしまってるけど。で、これリンゴをウィグル先生にあげるんだよな。で、そうするとウィグル先生が寝ちゃう。はい、スピー。はい、多分ね、これおそらくタコスの夢を見てるんでしょうね。タコス美味しいな、みたいな。あ、なくなった。じゃあちょっと一回このまま進んでいきますか。途中にもね、なんか課金アイテム、ほら。あ、これはスキップか。スキップっていうのは、まあ、ここの、ステージが難しくて、まあ、1個ステージ進むってことだね。まあ、これは単純にズルなんで、まあ、もう1回クリアしてるんでね、私まだもうクリアしてるんで、
まあ、スキップは多分今回使わない。オッケー使わないかな。はい。で、これで、核兵器。核兵器ちょっと後で使ってみましょうか。核兵器はね、ちょっとボスとかが出てきたタイミングでちょっと使いたさ、あるくない？ありますよね。いや、やっぱボスの時に核兵器使うことで、まあ、一発でボスを倒せると。もうね、アスレチックこれ、もう難しいモードなんですけど、敵ともう楽々チンクリアですわ。本当に。さあ、これで虹んとこ行って。え、これ他にあるある。あ、課金ある。ゴーストモード、各タコスの雨、ボミット。え、なんかすごいなるよ。ハンマーを禁止。引っ掛けフック。すごい、なにこれ。プレイヤーを撃って空中に浮かせよう。これでね、こういうね、プレイヤー邪魔する系使って私はね、視聴者さんに怒られたことがあるんで、やりません。やるかもしんないけどね。そして、おわーい！ウィグル先生。ウィグウィグウィグ。これ、どこ行くんだっけ？確かこれはスイッチを押すんだよな。さあ、そろそろ核兵器を使えるシーンが来るんじゃないか。確かそろそろ、ウィグル先生追いかけてくるんだよ。さあ、来た。あ、で、これ体育館ね。ここら辺は特になんもないかな。よし、進んでいきましょう。一旦なんか安いやつないかな。ゴーストモード。15秒間全てのプレイヤーを透明化する。それどうなん？それって別に15秒間なんかずっとならまだ、まあ、こう邪魔されないっていうのでいいけど、15秒間透明で400円よ。200ローバックスって400円だからね。単純に倍だから。ちょっと高くねっすか？ちょっと高いですよね。テキトキング、さすがのテキトキングも、ちょっとね、やっぱ節約家なんでね。やっぱ国民のためにお金は使いすぎちゃいけないんです、私。なんで、後で核兵器は使えますけど、ゴーストモードは、ちょっと一旦保留で行きましょう。もうちょっと、もうね、正直、ああ正直ね、この王冠クソ邪魔なんですけど。もう王様やめたい。俺王様やめていいですか？次回、あお！あ、ちなみに、最近ちょっと私的と、コスプレ？結構コスプレしてるじゃないですか。こう、王様になったりとか、あとは、こう、サングラスかけたりとか、してるんですけど、皆さんどういう、適当に何のコスプレしてほしいですか？これ、コメントで、教えてください。まあ、例えばコンビニ店員になってほしいとか、あとは宇宙飛行士になってほしいとか、もう何でもいいです。で、その、なってほしいコスプレがあったら、まあ、そのコスプレを使う企画をやりたいなと思います。さあ、これ、ハサミゾーンね。ほーほーい、危ねえ。さあ、これね、ロブロックスのアバターも王様にしてくればよかったな。はい。はい。よーし、危ねえ。さあ、これで、一回待つ。よしよしよし。さあ、核兵器、あ、そうだ、ここね、そう、アイテム見つけて、それで問題を解くんだよね。そう、これ3つ、アイテムがあるよ。はい、まず、三角。はい、三角ゲット。三角、丸、四角のアイテムがあるから、これ見つけていきます。よーし、さあ、3つ集めました。で、これを、この、黒板の前みたいなとこに、ポン置きます。そうすると、ドアが開くんですよ。閉ざされし教室。ここでね、授業を受けさせられるの地獄なんですが、なんかね、噂によると、前回確かなんか問題があったんだけど、問題がね、違うらしいんですよ。はい、続ける。あー、でもなんか問題同じっぽいな。簡単と難しいの難易度で、問題が違うのかもしれないね。まず、これ、前ね、5416は何って、私解釈したんですけど、これね、6分の54、これ541じゃなくて、5416じゃなくて、54スラッシュ6っぽいんですよ。そう、ちょっとこれ教えていただきました。なんで、まあ、6分の54何かっていうと、6、54っていうことで、9ですね。はい。ちゃんと問題になってたんだ。意地悪問題じゃなかったんだね。で、77たす43は120。よし、正解。いや、私ね、やっぱ王様たるものを、やっぱ学力がないと王様なれませんからね。セルのパワーハウスは何？これはミトコンドリアですね。はい。これなんでかわかりませんけども。どの惑星の地表温度が最も高いですか？地球、毒、火星。これね、なぜか毒なんだよね。なんだろう？ポイズン？でもポイズンってさ、別に惑星の名前でないよね。サターン、アース、サン。なんもないよね。でも毒らしいんですよ。これ分かりません、ちょっと。で、アメリカの憲法が書かれたのは、1787年じゃなかったっけ？よっしゃーい。おめでとう。卒業しました。もう子供ではありません。はい。私、大人になりました。
じゃあ大人の証に髭つけとくか。あ、なんか王様っぽい、急に急に王様っぽいぞい、王様っぽいぞい。これさあ、これで降りていきましょう。あ、もうここ、この次だよね。この次クリアすれば、あの核兵器ゾーン、核兵器を使うタイミングがあるぞ。やっぱボスと戦うタイミングで核兵器使いてえよな。はい、これジャンプして、でこれね、やっぱもう卒業して大人になったから、こう仕事だらけの日々と、こうやってもうね、こう先が見えない道をどんどん進んでいく、これが社会人です。そしてたまには落ちる、たまには落ちて失敗する、それが大人になるということなんです。皆さん、私テキトキングもね、そういう道を辿ってきたことがありました。皆さんはね、皆さんも王様なれるように頑張ってください。あー、王様剥奪された。あ、いてやっぱり俺は王様になるしか、いやもうただのヒゲじいじゃんただのヒゲじいになってんだけど、ちょっとじゃあ、あ、テキトだテキトに戻った。結局テキトキングより普通のテキトの方がいいよねと思ったら、グッドボタンよろしくさあ、やばい、これ来るな。はいはいはい、で一回これまたバターン来るから、これすごいよね、普通にこのゲームマジでクオリティ高すぎると思うんだけど。はい、ドローンってなって、はい、進んでいく。いいよ。で、え、なに、え、なに、そっち行けんの、あぶねえ、え、なんかボタンない、え、なに、あ、いた、え、なにこれ、なにこれ、これなに、え、なんもないんかいなんもないんかい。さあ、来た。さあ、これで、はい、ボス戦来ました。これで核兵器使います。皆さん、これどうなってしまうのか、この核兵器ってやつ買うとボスを倒せるのか、さあ検証していきましょう。そして今気づきましたが、あのイヤホンつけるの忘れてました王様になるのに必死でイヤホンつけるの忘れてたわ。おー、来た。さあ、これで核兵器使っていこう。250ロバックス課金します。課金来た。いて、え、え、何？おい、課金、課金したよ、課金したよ。え？え、課金したよね。ちょっと待って、おい、ちょっと待って、課金したんだけど、俺の500円ランチ代返してね、え、お昼ご飯のよしすき家の牛丼代返して。え、これマジでなくね、え、かく、え、え、おいおいおい、かく、え、変えてない、変えてないパターンある、あ、変えてないかもしれないね、買いましょう、えい、買った。え、は、おい、金減ってんだけどお金減ってんだけど、え、これ何、一回ちょっとここで使ってみようか。もう750円ですかね、この核兵器だけで750円も使ってますけど、いきます。え、うわ、失礼じゃないのよ。え、え俺の750円でただ単に即死するだけいや、あの結構ショックです結構ショック受けてます今敵と。マジで、え、ただし、なんかさ、こう爆弾が降ってくるとかじゃなくて、何、ただすぐ死ぬだけ、これ詐欺だよな。おい、このこんなクオリティマップ、クオリティ高いマップ作ってんのに、なんで一番高い課金アイテムが即死なんだよ。そんな、このメニュー画面開いてこのキャラクターリセット押せば即死できるわあー、来た。もうしょうがない、お前ぶっ倒すしかねえな。結局あれか、自分の力じゃねえとこれクリアできませんってか。いてー、クリアできません。はい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 、もうお前は用済みだ。もうこのマップ、核兵器がなんか微妙な使い方の時点で終わりだ。うわー、よし、やったぜ、さよなら、今までありがとう。よっしゃこの優雅なダンスね、マジで謎だからね、本当にもっとなんかめっちゃこう、前みたいなさ、こういうダンスならわかるよ、やった倒したぜみたいな、これ何好きだけどね、そういうシュールなダンス好きだけど、なんやねんっていう。さあ、これで確かこれで終わりなんだよな。さあ、私テキト、もうこのマップね、
もうウィグル先生のマップはもうゴリゴリ、もう次のマップ行きたいんで進んでいきましょう。確か最後ね、ミスタースマイリー、スマイリーがねやってきて終わるという謎のね、ちょっとワクワクする展開で、これどうやっていくんだっけこれワクワクする展開なんで、ちょっと次の作品が楽しみですね、この人の。さあ帰りますか。これ皆さん注意ね、うるさいよ。あ、まだミスタースマイリー来るのか。ミスタースマイリー、スマイリーかわいい。皆さんスマイリーとビグルどっちの方が好きですか。私はね、まあ、どっちもあんまかなどっちかって言ったらまあウィグルかな。ウィグルの方が可愛いかも。うるせえ、相変わらずうるせえなこれ。あー、適当踊ってる。でもね、今私適当もう1000円ぐらい使ってます。1000円ぐらい使ってあのダンスはできません。もうショックすぎてもう首が黒くなってます。よーし、1個目ね、ちょっとあんまりいい課金の仕方ができなかった気がするけど、まあ1個目クリアということで、よし次のマップ行きましょう。次のマップね、ちょっとよっしゃね、これも前回クリアした、これ同じ作者さんなんですけど、邪悪なステップママを脱出しよう。これプレイしていきましょう。で1回プレイするよ。でハードで、あ、1回オープンおい、いつこの、おい、これハゲいつ治るんだよ。いつまでお前ハゲてんだこのゲームで。ちょっと勘弁してくれ。あー悲しい、ハゲてます。さあこれでまあ電池を集めるんだけど、まずもう早速課金しちゃいましょう。なんかね、このステップママになるやつ、待って、すごいこと書いてある。購入したり着用したりしている場合、ステップママはあなたに会うことができません。つまりこのアイテムを買えばもうステップママ来ないんじゃない。買いますか。これどうなんだ、頭、え、これ来る、え、これどうやってつけんの、え、これドレスは、あ、ドレス100ロバックス、え、これ両方買わないといけないってこと。もう買っちゃうよ。はい、もうこれで300円課金してます。ちょっと私テキトキング怒ってますよ。ちょっとなんか前髪おかしくね。はい、もうこんなこんな感じかな。よし、え、ちょっとさ、え、どういうこと、これやっぱ着替えてこなきゃいけないのかな。じゃあ一回着替えますか。もしかしたら自分のアイテムにあるかもしれないね。アクセサリー、あー、ある。早速つけていきますよ。3、あ、いや、まずは洋服からつけようか。洋服これかな。はい、まずつけます。めっちゃいいじゃん、めっちゃって可愛い。さあこれでつけます。ステップママレッツゴー。うわーめっちゃいい、めっちゃいいじゃん。じゃあこれでいこうぜ。これやってるとステップママ来ないのかな、本当に。そんなことある、そんなことできんの。おい、出てくるじゃねえかお前。え、どっちがどっちか見分けつかないあ、ハゲ治ってよかったね適当やばねえ、どうしよう、ねえステップママになっちゃいました。これでエモートできる。めっちゃいいな、この作者さんの作るアイテムめっちゃ可愛いよな。よし行くぞ。あ、電池を見つけなきゃいけないのか。じゃあ電池見つけていこう。これでいるとステップママ出てこないらしいから、本当か検証していこうか。確か1個目の電池ここだよね。はい、電池取って、よし、これ電池取ったら向こうに刺しに行くと。オッケーオッケーオッケー。はい、バッテリー挿入。さあ私今からね、敵とじゃなくてステップママなんで、ステップママと呼んでください。さあこれこのね、次これバール集めて、今回ねこれ3つのボタンを押すんですけど、このボタン押した後、はい、1個目、これ3つ押した後ステップママ出てくるんで、本当にこの服装、このステップママの格好をしてたら出てこないのか検証していきましょうか。おーす、はい、ステップママオッケー。さあラスト、バール持って破壊する。でボタンここだよね。よし、さあ3つ見つけました。本当にステップママ来ないのか、行くぞ。ポーン、どうだ。さあ本当に出ないのこれ、ステップママ、これ嘘、これで死んだら嘘だからね。ステップママ本当にいない、本当にいなくね。え、マジでいないのこれ、え、すごくね。ヒゲつけよどうでもいいけどヒゲつけよ。え、マジでステップママってこれいないパターン。え、どうやって、どういう仕組みでこれなってんの、すごくね。じゃあちょっと行っちゃうよ。
これね、またさ、動画のこのゲームの最後の方にまたステップママ出てくるんで、次も出てこなかったらもう完璧にステップママ出て、完璧にステップママ出てきてませんね。はい、もうね、これな、もう最初はこれ、あい、さあこれで、あ、そう、ここね、トランポリンタイム、あ、向こうか、ここはなんか上に行ったり下に行ったりするやつを超えていくと。さあ、まあステップママなんでね、ホップステップジャンプでいけますわ。オッケーで、はい待ってステップママの後頭部パッツンすぎんパッツン、おお、顔のインパクトすげえや、びっくりした今。これにし、今度からこれで活動していこうかなこれステップテキトで活動していこう今度から。皆さんどっちの方がいいですかこれステップママと普通のテキトの格好どっちがいいかな。さあこれで、ジャッピーン来た。さあ来ますよラスト試合、ステップママが、ステップママがいー、え、本当にいない、これマジでマジですごくね。ステップママもう倒した、倒したも同然では、これ、この服を着てる限りもう私がステップママってことだよね。やば、もう本当にいないじゃん、やったやったぜ。さあゲット、いいよ。これ多分みんなわかんないと思うけど、これあのテープなんですよ。これテープで貼ってんだけど、めっちゃ痒いめっちゃ痒いんだけど、これやっぱ外そう、やっぱ若王子になるわ。よし、え、てかさ、すごくね、え、もうクリアじゃん、やば、おおい、ステップママお前スケボーもできたのねステップママスケボーもできたのね、素敵、ステップママ素敵、おーすごい、ドスコイドスコイ構え、いいよ、ウェーイ、いいね。あ、まだか、結構ボリュームあるね。さあこれで、右行ったりして、でこれビリースン、オッケーで、ホンオッケー、ホンオッケー、ホンオッケー、よし、うまい。で、おわ、いやー、うるさいね、すいませんね、うるさい王様で。はい、でこう、よし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 、でこれね、これで、ウィーンス。で、ポッパーイ！もうこっからやだ！この状態で、おえーしたら、ステップママがおえーしてる姿見れんじゃない？ちょっとやっていきますよ。えい！来た！かわいそう！誰？ステップママに毒持ったの。かわいそうでしょ！はい、いきますか。もう一回、ゲロゲロは中断して。あんまゲロゲロするとね、怒られるんで。よっしゃい。さあ、これでね、お、これもう、え、これさ、最後さ、ボス戦じゃん？最後、ステップママ出てこないってことは、もう、普通にクリアになるのかな？え、そしたらすごくね？面白。そしたらこのゲーム、神ゲーと化すぞ。え、勝ったことに、もう何もしなくても勝ったことになるのかな？まあ、これ早いんだよな。いっせ！おーい！よいしょ、くわ、あー、やっとクリアできたわ。結構大変だったな。さあこれで、ほほーい、はい、はちゃんと見て、ここ、よし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 、でこう、オーケー。さあボス戦来るよ、はい、来た、はい、よし、え、おい、ステップママいるけど、おい、やっと現れやがったステップママ。これいつもよりちょっと強いんじゃない。ファイナルプロトコルに参加、バトルシーケンスの開始。さあ、ステップママ VS ステップママ、どっちが本物のステップママか勝負だー。おらー、ポポポポポ、え、え、え、これもしかしてステップママの服装してるともう襲いかかってこないんじゃない。バイバーイ、さよなら、俺が本物のステップママでーす。おもろ、ちょっともう一回今のダンスアイキャッチでどうぞ。はい、いや、あれ、あのダンスいいね来た、おお、いて、さあゴールじゃない、来るか、待って、すげえ、ステップママテキトになってる、かわいい、かわいくはない。
さあ皆さん2つ目のマップ、え、なんかすげえ可愛いマップあるよ。何これ、え、このマップなんかすごい可愛くない、ドルダーリンズドルチェみたいな、え、めっちゃ可愛いマップあるじゃん、え、めっちゃ可愛い。これまだできてないのかな、マップ。これできたら絶対やるんで、皆さんチャンネル登録忘れずに。よっしゃー、じゃあ次行くか。もうね、先月クリアしたマップはもう終わっちゃったんで、オービーって調べて、まあ動画にしないけど、まあやってもいいかみたいなマップをやっていきますか。あ、でもさ、こういうエスケープザベーカリーとか多分もうめっちゃ昔これ。これやったのね、多分もう1、2年前ぐらいに、多分この動画見た人少ないんじゃないかな。このね、ベーカリーから逃げるゲームを敵とやったんですけど、これ課金アイテムあるんじゃない、ちょ、これやっていきましょうか、最後に。うおー、お前久々に見たな。出た。あー、彼がドーナツに変身したんだ。こいつはクレイジーだから君を脱出させてあげよう。そう、これね、このパン屋さんが、敵との友達、タケルくんをドーナツにしてしまったと。なんで、え、びっくりした。ステップママのままで来るな、お前。じゃあこれでちょっと課金アイテム見ていきますか。あ、結構ある。購入ごとにステージをスキップ、まあこれはいらないよね。ん、あなたの邪魔をするものをすり抜ける素晴らしい炎の剣、いくら、300ロバックス。これプレイヤーやっちゃえんじゃない。それかゾンビ、あ、ゾンビ面白そう、200ロバックス。じゃあゾンビになって他のプレイヤーどんどんゾンビにさせちゃいましょうか。さあこれゾンビになる、これいくよ、ゾンビ、あれ、ゾンビ、ゾンビ、え、え、あー、ゾンビになってる、おれおれ、あ、すげえ、あ、みんなゾンみんなゾンビになってる、すげえ、ヤッホーみんな、あ、すごい、ゾンビ軍団できてる。すげえ、みんなゾンビになっちょる、いいよ、ほう、ゾンビでも俊敏に動く、あのゾンビ映画とかに出てくるあの俊敏なタイプのね、あの普通のじゃなくて、こうめっちゃ速く走ってくる、その強化版ゾンビみたいのたまに出てくるじゃん、バイオハザードとかに。それです、私ステップママゾンビです、私。さあこれで、あ、こっちじゃないか、よーし、オッケー。あ、ウーム、それは巨人だ、どこにいるか見てみろ。これ多分でかいんだよね、これ顔ついてるわけじゃないのか、これどうすればいいんだろう、これパンにぶつかっていいのかな、あれ、何これ、あ、この中に入って、おお、ジャンプするってこと、あ、中に入ったんだ、あ、ゾンビ、ゾンビにさせてやる、来たか、ゾンビ、あ、ゾンビになってる、ふう、どんどんゾンビ増えていきます、わっしょいわっしょいわっしょい、いた、よしよしよし、来た。さあこれで降りていいのかな、え、降りていいのこれ、あ、セーブポイントある、よし。さあゾンビ、ゾンビなるか、ゾンビになった。手だけ、手だけ変わる、ステップママから変えればよかった。フォー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 、食パン、皆さん食パンに何つけるの好きですか、私はね、やっぱハムとチーズかな、ハムとチーズ乗せたパンうめえぞ、ん、ここはちょっと美味しい、うわ、キモ。気持ち悪いな、なんか。さあこれでどんどん進んでいきましょう、これは多分包丁にぶつかっちゃいけないパターンのやつね、はーい、オッケー。もう首折れてるってお前、はい、これはパンに乗っていくと、はい、あん、え、あ、え、あ、え、これ食パンの上乗っちゃいけないの、今更感、これはこうか、オッケーオッケーオッケー、え、食パン乗っちゃいけねえのかよ、あー、バケモン、バケモンおる、あー、やだ、ベロがキモかよ、キモかったよ、すごい。そろそろ別の課金アイテム買いたいな、バタフライパック、え、面白、結構面白い課金アイテムあるね、あーい、てか食パンの中、食パンの中小麦粉だらけなんだけど、焼けてねえじゃん、しっかり焼いてくれ、中までふわふわに。さあ結構進んだぞ、お、ここはドーナツが手に入った場所、あ、ここで見えねえ見えねえ、ここで人間がドーナツにされてるんだ。あ、じゃ、もう、こいつら手遅れじゃね？いって。これむずくね？はい、はい。いや、むず！はい、はい。あー、やべえ！いや、もう死でしょ。それは死んだでしょ。いや、もうゴールのはず。あー、じゃあね、ちょっとこのバタフライパックってやつ、これ買ってみますか。いくら？たっけー！ 350 か。まあ、買いましょう。これでもう楽にクリアしよう。さあこれでポイ、そしてゾンビ。バケモンじゃねえかマジで、おい、え、これ何、え、何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 、あ、
すごい、これクリック、このねマウスを動かしてる方向に飛ぶんだ。こんなやばい妖精いてたまるかよ。はい、でこれでコールに伸び乗って、調理人を下げよう。あ、これマグマにぶつかっちゃいけないんだけど、わほーわほーい、すげー、ほほーほほー、めちゃめちゃ強いやんこれ。最初からこれ買っとけばよかったわ。おお、暴れんな暴れんな、などうしたどうしたどうした、ちょっとあんま狭いとこで使うとねちょっと微妙そうだね。おい、ちょっと行ってくれ早く。そう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 、違うよ違うよ、そう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 、あ、これが一番いいね。あ、すごいすごいすごい。はい、では降りると、ん、おお、いけ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 、そう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 、いけいけいけ、いいよいいよ、調子いいよ。そしてこの非常扉、違うよ、おーい、おほー、これすごっ、やっぱ世の中課金ですな。よし、あお、これもうこれもう上行けて、これゴールまで行けちゃうんじゃない、これどこゴール、え、これやったー、ゴーゴーゴーホール、え、お前助かってないじゃん。はい、というわけで今回は、3つの、マップを課金しまくってプレイしていきました。いや皆さんいかがでしたでしょうか。いや私ね、次回以降はこのね王様姿でまあやろうと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。そしてね、最初にも言ったけど、次回以降の次の課金企画は最初にも言った通り、この動画のグッドボタンの数で決まるんで、皆さんぜひ私を苦しめるためにグッドボタンよろしくお願いします。押してくれた方が嬉しいです。そして適当 Twitter、Instagram、TikTok もやってるんで、ぜひ、上の ID 検索してフォローしていってください。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。